平日のランチタイム限定で400円のお得なセットが発売されます。日本マクドナルドは12日から低価格のセットメニューバリューランチを発売すると発表しました。全国の店舗で平日の午前10時半から午後2時まで提供します。ビッグマックもしくはチキンフィレオと S サイズのドリンクのセットが400円です。 いずれも単品を組み合わせた場合より50円から80円安くなります。消費の低迷が続く中、低価格メニューを投入することで集客につなげる狙いです。